遅くままででお疲れ様でございます内閣府特命担当大臣として行政刷新、ならびに国家公務員制度改革を担当することになりました、蓮舫でございます。私が行う仕事はです、ね、まあ、これまでと同じように、まずは行政刷新、内閣総理大臣を補佐しまして、行政刷新会議を、まあ、運営をすると同時に、まあ、国の予算の在り方、あるいは制度の在り方そのものを抜本的に、まあ、見直しをして、新しい 効率的な政府をを作っててていく仕仕事そして、まあ、去年の仕分け第1弾第2弾弾通じて国の予算の無駄遣いというものが明らかになった部分は、これは正していく、あるいは公益法人、独立行政法人の事業そのものの無駄であるとか、非効率というのは、仕分けを通じて明らかになったところでございますので、これは今現在も継続をして、どのようにこの非効率性を排除していくことができるのか。 国の仕事、地方の仕事、あるいは民間の仕事に、えー、まさに仕分けていくことができるのか、再構築をしているところでございます。で今回、新たに、えー、公務員制度改革も担当することになりました。まあ、公務員制度改革におきましては、まずは国民の皆様方の思いえ、ここにおいても民間と同じような姿勢、厳しい姿勢で臨んでもらいたい、天下りは根絶をしてもらいたい、あるいは、 国家公務員の皆様方におきましてもえ、まさに働きやすい環境とはどういうものなのか、その能力を存分に発揮していただけるためには、どのような制度改正が望ましいのかという視点も含めて、これは見直しを行う、そのことによって、結果的に行政が、あるいは行政サービスが、まさに国民の皆様方のためにどのようにあるべきなのかを、行政刷新、公務員制度改革と両輪という形でえ進めていきたいと思っております。 で今日はですね、えー、事業仕分け第3弾につきまして、10月、11月に行うと、これまでも明らかにしてまいりましたが、えー、日程が固まりました、今日から公募、会場の公募をかけさせていただきたいと思いますので、改めて、えー、日程を、えーと、報告をいたします。事業仕分け第3弾、前半は特別会計を対象にしまして、10月の25日から10月の30日の土曜までの4日間。 で第2弾は、事業の再仕分けを対象にしまして、11月の15日から11月の20日までの4日間を予定をしています。前半後半の会場をそれぞれま選定したいと思いまして、9月の21日から9月の30日までの期間で、公募を行うことにいたしました。 あの会場を決める際には、これは当然あの、行政刷新でありますので、価格を最優先するのはもちろんなんですが、まあ、多くのメディアの皆さんのみならず、多くの国民の皆様方にご関心を持って、会場に足を運んでいただいている過去の経験も踏まえまして、やはりその会場の使い勝手、利便性、質というものも総合的に勘案をして、え公募をかけさせていただきたいと思っています。 まさにこれまでの事業仕分け、第1弾、第2弾に続いて、いよいよ特別会計、まさに母屋の部分の再仕分けと同時に、離れの部分の仕分けというものも、これもいよいよ本格的に着手をしていきたいと考えています。私からは以上です、うん 労働基本権が制制制約さされれれているいいいいるるるわゆる現行制度度のののの下でははは人事制度勧告ととととうう当然これ優先されるべきだだ皆様方もご案内おりだと思いますただ、やはり国民の皆様方のいわゆる公務員の給与に対する、 厳しい目線であるとか、あるいは現下の厳しい経済状況であるとか、あるいは国のこれも厳しい財政事業を考えたときに、人間の報告そのものをただ遵守するだけで、えー、国民の理解が得られるかといえば、私はそうではないと思っていますので、ここは総理の指示、総理の思いも踏まえて、片山総務大臣と共同歩調を取りながら、国民の皆様方の目線に立った改革は行っていきたいと思っています。 他いかかがですかあの先の代表選で,です、ねあの、小沢さんを支持した方が活用の要請を受けたことについて、の蓮舫さんの率直な意見を聞せていただきたい質問の意味はよくわかるんですが、代表選が終わった時点でノーサイドです、どちらを応援した、応援してないだから内閣で協力をするとかしないというような。 レベルの議論はまさに新しい政治を行おうとしている私たち民主党には合わないと思っていますよろしゅうございますかはい、それではありがとうございましたありがとうございました